警察官を志望している大学生です。警察官は毎日様々な事案に対応しなければならず、臨機応変な対応力が必要だとろうと考えています。物事の臨機応変に対処する力、今の力をつけるにはどのような方法があると思いますかいろんなトラブルにぶち当たる。結局、その,あの臨機応変かどうかってそのあの、いろんな経験をしたかどうかで、いろんな経験をすると、あ、こういうパターンねってパターン認識ができるんですよね。 そのなんか、あの、ナイフを持って向かってくる人っていうのの今までの人生で5人会ったことがある人だと、もう6人目見てもそんなに驚かないんですよ。はいはい、またナイフですね、みたいな。でも初めてだと驚くじゃないですか。なので、あの、いろいろ治安の悪いところに行ったりとか、友達のトラブルに首を突っ込んだりとか、頭のおかしいそういうのついていったりとか、まあ、いろんな経験をすると、あの、割といろんなことが、あの、経験済みなので、まあ、要は臨機応変だと思われる。実際経験済みだから、別に大したことない。 っていうのでやってるだけなんですけど、外から見ると臨機応変に対応しているように見えるっていうそういう感じになります。